大阪南部高速道路はどのように位置づけられているのでしょうか。皆さんこんにちは、衆議院議員竹本直和です。よろしくお願いします。今回は先生の動画にいただいたコメントを何個かちょっとピックアップしまして、まあ主にですね、大阪南部に関するコメントをちょっと見ていこうという回でございます。分かりました。では早速一つ目のコメントを見ていきましょう。人生をかけて政治家が挑んだ仕事の動画へのコメントでございます。大阪南部の人口減少と高齢化の原因究明を行い対策改善をお願いします。また文教地域にして若者を増やしてくださいというコメントが入っております。これに関してどう思われますか。あのね、やっぱり私の地元はですね、緑豊かなところですよね、はい、そして歴史さもたくさんあるし、素晴らしい魅力あるところだと思うんですが、唯一と言っていい欠点は、ね、不便だということなんです。電車は一応あるんですけどね、駅の数も21ぐらいありますから、とにかく高速道路がないんですよ。大阪の中心南北へ直線距離で30キロ余りなんですよね。普通なら高速あれば30分で行けるところじゃないですか。ところがそれが1時間半とか1時間40分ぐらい優にかかるんですよね。高速がないからなんですよ。あの入り口のない町というのは河内長野市人口11万、それから千葉県佐賀村人口7000、河南町人口は1万6000ぐらい、これはみんなないんですよ、高速の入り口ね。で大阪狭山市人口6万、ここも入り口ないんですよね。富田林人口12万近いですけども、ここもですね端っこにちょっとあるぐらいで、まあ、いずれにしろみんな高速のへのアクセスがないから非常に不便をきたしてるんです。ですからここに高速をつければですね、若い人がこんな素晴らしいところですからどんどん来ると思うんですよ。不便だから若い人が来ない、少子高齢化になるんです。流出していっちゃって、はいはいはい、そうですね。まさにですね、この後ちょっと紹介しようと思ったコメントが2つありまして、はい、大阪南部高速道路関連に関するコメントでございます。ちょっと2つほど読み上げますね、いつも情報発信ありがとうございます、うん、質問なのですが、国土交通省の地域公企画道路計画において、はい、大阪南部高速道路はどのように位置づけられているのでしょうか。徒歩路線だったり高速道路の整備実現に向けた現時点での角度を知りたいですというのがまずお一つ、はい、で次がですね、竹本先生こんばんは、大阪府南部高速道路早期着工完成よろしくお願いいたします。大阪府南部は北部よりインフラが極端に劣っており、企業の進出とあまり進んでおらず疲弊してきておりますと、まあ、まあその他いろいろ書かれているんですが、まあ、このようなコメントもいただいてますね、うん、まさにそこなのかなと思ったところでございます、うん、皆さんやっぱり不便に思われているだと思います、うん、間違いなく不便ですもんね、うん、この大阪っていうのは人口900万近い大都市じゃないですか。しかも面積そんな広くないですから、本来なら大阪のどこからでも30分ぐらいで中心部行けなきゃいけないんですね。ところが高速がないから行けない、うん、まあ、大阪のチベットだと僕行ったこともあるんですけどね、はい、だからそれを解決するのは道路だということで、ずっと20年間要求し続けてきたんですよ。で国の方はですね、まあ、私もともと国土交通省におりましたし、よく早くから理解をしてくれたんですが、ちょうど12年前にですね、島本徹さんが知事になって公共事業を全部ストップしたんです。ですからほぼ国としては大体高速をつけようという話まで進んでたんですが、自治体がノーと言いますとね、だ道路というのはだいたい3分の2ぐらいは国が買い出すんだけど、3分の1は地元から負担しなきゃいけない。それをやらないということなんで、ずっと止まっておったんですよ。でやっとですね、もう1年ぐらい前からですね、こんなほっとけないということで、相当 いろいろお願いしまして、もちろん国交省は早くからよく理解してくれたんですけど、官邸にもお願いしましてね、今の総理にもですね、いろいろご協力いただいて、でやっと、まあ、自治体もね、大阪府もそれではやりましょうというところまで来たんですよね、はい、つまり地域公共道路整備計画という国の計画の中にこの南河内の地域が入ったわけですよ、はい、南河内の地域のどこに道路をつけるかっていうのをこれから決めていくんですけど、うん、案はありますけどね、まあ、その通り決まるどうか、まあ、それこそ地元の意見を聞きながら、国の計画として国道の計画ですから、国と地元とのパイプ役やってるのは私ですから、はい、やっと本当に20年間の努力なんですよ、はい、別の動画でもね何回も取り上げさせていただいて、それはそうなんですね、うん、はい、まあ、そういうことで便利になれば素晴らしいところです、はい、じゃあもう今実際進んでいるというところで、この先もちょっとご尽力いただいて、もちろん、はい、
詳しく知りたい方はですね、他にもこの件に関しての動画何本か上げておりますので、そうですね、ぜひ皆さん見ていただければと思います。はいはい、じゃ次のコメント、政治的なコメントではないんですけど、うん、花見町の大桑などのスーパーはこれ利用されますかっていう、割合利用してますね。あ、そうなんですね。有名なんですね。ちょっと私と近くなくてですね、うん、まあ有名というかどうか、要するにでかいスーパーなんですよ大桑というのは、うん、ね、それでね、私はもう経験あるんですけどね、伊丹空港、大阪空港、はい、降りてから夜例えば9時半頃ですね、そこを出てですね、地元の花見町までタクシーで帰りますとね、やっぱ1時間優にかかるんですよね。そうするとですね、昔はさ、大桑ができる前はですね、あの地域ずっと真っ暗なんですよ。あ、そうなんですか。そしたら運転手さんがですね、お客さん、まだ行くんですか、当然まっすぐ行ってくるよって言って、今度運転手さん怖くなってくるわけですよ。私があかんじゃないかと思って。目的地ほんまにあるんか、本当にあるのかって、変なところで連れて帰るんじゃないかって。真っ暗ですから、はい、それがこの大桑ができてですね、明るいじゃないですか。はい、じゃあ運転手さんはもうそういうこと言わなくなって。あ、死ぬやつ。灯台みたいな形になって。そうそうそう。で、千谷赤坂村の境目なんですよね、かなり。千谷赤坂村には、スーパーないんですよ。あ、そうなんですね。うん、コンビニもないんじゃないか。まあ、あんまりそういったものは、うん、ないない。なので、じゃあ大桑さんはもうすごく。そう、助かってるんですか。もう皆さんコメントで見てる人はね、じゃあ、うん、僕はだと思ってるわけです、ね、そうそうそう。で、割合大きいですから、大体何でも揃うから、よく僕は自分で食べるものも含めて買い物に行きます。あ、そうなんですね。うん、先ほど、まあ、高速道路のところにご質問あったんですが、電車や鉄道に関するコメントも一部来ておりますので、うん、ちょっとご紹介させていただきます。はいはい、フードチャンネルさんという方からです。鉄道系のなんかチャンネルをやられている方だと思うんですけど、うん、高速道路の整備とてもいいと思いますと、うん、でただ高速道路ができるとなると南大阪の鉄道利用客の何割かは高速道路にシフトするかもしれないですので、うん、まあ、ぜひ利便性の向上をお願いしたいですと、うんうん、まあ、特に、近鉄南大阪線では南海高野線に比べて本数が倍以上違いますし、単線区間も存在します。ゆっくりでいいので議論お願いしたいです。よろしくお願いいたします。と、うん、いうのが一つと、はい、もう一つがですね、泉大津、富田林などの横の電車を走らせてほしいです、うん、っていうような、まあ、他にもいろいろあったんですが、ちょっとこの二つ取り上げさせていただきました。鉄道、うん、についてのところってお困りの方ってとても多いんですか。そうですね、まず私とかは近鉄と南海両方通ってるんですけど、メインは近鉄なんですよね、はい、で近鉄は吉野の山奥までつながってるんですよ、はい、田舎走ってるんですよね、うん、だゆっくり走るんですよ。他方その南海はですね、まあ、小屋さんまでは行ってますけど、途中はその田園都市というかそういうのが多いから通勤客多いんですよね、はい、ボンボンボン飛ばすわけ、うん、都市型の特急みたいなね、終わり、確かにスピードも速いと思いますよ。本数はやっぱ南海にずっと多いと思いますよね、うんうん、ここら辺って何か話が出てたりとかってあったりとかするんですかね。鉄道会社さんとのお話にもなるとは思うんですけど、うん、なんか鉄道をどうしていこうとかっていう、いや、もちろんね、近鉄もですね、もっとその都市間鉄道のように変わってほしいという要望が前からもちろんあるわけです。ですから富田林の駅から岸の駅までを高架に今工事進んでます。で高架にするとちょっとスピードを上げられますからね、まあ、そういう風にして、まあ、徐々にですけども便利にしていこうという動きはあるんです。進んでいる部分もあるっていう、そういうことです。なるほど、うん、それからその東西の電車が欲しい、東西の道路がないっていう、これは確かにそういうことなんですよね。みんな大阪市向けて縦に走ってます、南北に走ってますね。東西にあまりないんですよね、はい、高速がまずないし、うんうん、か電車もないんですね。やっぱ横の行き来がしづらい、まあそう、行きづらいと思いますよ、うんうん、それはまあ大きい都市問題をこれからやっていかなきゃならないことだと思います。まあ道路と鉄道を組み合わせての話だとは思いますので、だと思いますよね、少しずつも進んでいけばいいなと思っているところでございます。次がですね、あちこちでポスター見かけます、動いてるとこ初めて見ましたというコメントが入ってまして、動いてるところ、動画で動いてらっしゃるところを初めて見ましたっていうコメントが、あ、これで YouTube に入ってまして、あ、そうなんだと思いながら、昔からポスター貼られてたんですか、その地元を。まあ貼ってたんですかね、最近ちょっと少なくなってますけど。あ、そうなんですね、うん、なんか結構ありまして、あの、うん、ポスターとともに育ちましたみたいなコメント。あ、それ嬉しいですよね。いや、この間ね、街中走ってたらね、はい、小学高学年ぐらいの子たち5、6人おってね、はい、竹本直和頑張れ、直和頑張れって言ってくれて、こう
名前も顔も覚えてるね、小学生が。嬉しかったですよ。あ、うん、すごいですね。ちょっと、ね、地元に伺ったことがないんであれなんですけど、うんうん、もう地元の方からしたら、じゃ あ, 先生やっぱり知られてるんですね。まあ、知られてるのかね、うん、嬉しかったですよ。だその子ももうだから12、3歳になってるわけだから、あと5年したら有権者です。そうですね、結構多かったです、そのポスター見かけます。ああ、そうですか。初めて動いてる、これでいいんだって YouTube で見ましたみたいなコメントが多かった。もっともっと地元入らなきゃダメですね。ちょっとあの面白かったので取り上げさせていただきます、はい。最後にですね、大阪の現在と未来っていう動画、うん、出させていただいたと思うんですけど、うん、こちらからですね、スタートアップの支援大阪してるんだ、知らなかったっていうコメントが入ってまして、うんうん、 やっぱりまだ知られてない方もと思います、うん、僕は本当にね、これは若者に対する教育なんですよ、うんね、その夢に向かって努力をすると、うん、大きく成功するかもしれない、ね、あの元江さんみたいね、長者番付日本で49位、はい、すごいね、半端ないです、うん、半端じゃないね、ない、ああいうことも可能なわけですよ、スタートアップでね、だから夢を単純に大企業のサラリーマンで終わるんじゃなくて、そういう夢を持って挑んでみたらどうなのと、そういう環境を作ってやりたいということで、大阪をシリコンバレーのようなスタートアップの育成拠点としての使命を大事に指名したんですよね。あとは中身ですからね、しっかり頑張ってほしいなと思ってます。そうですね、あとはやっぱりそのことについて知らない方も多いとは思いますので、もうちょっとね、あのいろんな人に知っていただいて、う、ね、ぜひ活用いただけたらなと思っております、うん、そうですね。確かにスタートアップという言葉でもね、新聞記者でもちょっとピンとこない人もいるぐらいですから、そうですね、まだね、言葉からそのものがそんなに知られてないという、うん、先ほどお名前出ました元英先生との動画はですね、うん、別動画で上がりますので、うん、ぜひ興味ある方は見ていただけたらなと思っています。そうですね、そうですね、すごく面白かったですね。面白かったね、よかった。じゃあ竹本先生、本日はありがとうございました。どうもありがとうございました、はい。今回はですね、主に大阪南部に関するコメントを見ていこうの回でした。やっぱ地元の皆さんからですね、やっぱたくさんのご要望があったり、まあ、いろんなコメントあったかなと思います。もちろんね、できること、できないこともあるとは思いますが、今後、ぜひご尽力いただくということで。地元の代表ですから、しっかり頑張ります。むち打つようで恐縮ではございますが、いや、あの引き続きよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。いや、どうもありがとうございました。またよろしくお願いします。